前にブルーベリーの子立ちの西側に三本立ちで育っていたムサドワーフナンワの一本を掘り上げてポット植えして前の位置に置いておいた ブアフナムわ3本育ちのところにですねこれまでに鉢植えと地植えを経験して育ってきているスーパーミニバナナをポット植えしたものを傍らに置いたんですね。 それで自由営してある親株左から2番目ですこれからはこのように子株も出てきているんですがこれがいずれ出来開花結実、 すれば通常はですね三尺バナナの着火位置と同様かそれ以上山なんかで育てますと三尺と四尺の間の着火位置になることが多いんですがそういう着火位置と 例えばスーパーミニバナナは2尺バナナ2尺の着火位置の部類に入る品種ですよねその違いをまあ同時に出来開花結実ということにはならないと思うんですこれまでの栽培経過 の違いでですねそこまでドンピシャではいかないんですが写真などで記録しておけば大体の位置の違いは分かるようになると思うんです。そうして2尺バナナタイプと3尺バナナタイプの間。 釈迦位が2尺から3尺の間ぐらいでおいしいバナナ苗の収穫を狙うとしたらスーパーミニバナナはドワフナンガーみたいにおいしくないんですよ。まあ美味しい甘くておいしいなんていう人もいるけどどちらかというとナンガーに比べたら まあおいしいバナナを食べたことがある十分に食べてきた人たちがねいう味覚はある程度私は信用しますがナンバーバナナ島バナナバナナマッサン島のおいしいバナナ極めておいしいバナナをほとんど食べたことがない人たちがスーパーミニは甘くておいしいと 言っても私は何をたわけたことぐらいにしか思わないんですね。で二尺系バナナでこれはおいしいというのは私はまだ知らないんです。ということは三尺バナナ着火1のムサドワーフナンワーを混域制限とか1 度場合によっては2度ぐらいのカットバックで収量は少なくても2尺ないし3尺の着火位置で美味しい収穫を得られるようにする方が賢明なのではないかと思うんです。おまけにそういうことを本州でねあるいは本土で行おうとするとスーパーミニというのは体幹越冬性は ででは極めて低い方ですよねあるいはほとんど難しいと言ってもいいぐらいでしょう。と,ところがドアフナムアは体感越冬性は極めて優れていますしあと耐陰性耐処性厚さにも日陰栽培にもかなり強いんですね。 ですからなんとか2尺バナナと3尺バナナの着火位置の中間にムサドワーフナムワーを近づけていく方が賢明ではないかと私は思っているんですね。まあ、今年はいくつかの栽培実験いくつかのタイプの栽培実験をやるつもりでいるんですが、まあ、これは そのためじゃなくて着火位置の違いをですね写真記録などで分かりやすくするための配置レイアウトでそれ以上の目的はありません。